はい、とりあえず10連分溜まったから引きます。我慢ができない。あ、ちょっと待って、今のって限定確定出なのでは。え、2枚ある。ちょっと待って、ちょっと待って、お願いお願い、桃子、桃子じゃない、桃子じゃない、桃子じゃないけど、レイカは未生児です。でもレイカピックアップじゃないってことは限定じゃないってことは、次のエッセンスレアは限定。とっても可愛い衣装、毎日着たいです。そうしたら毎日クリスマスになるかも、なんてなんて。可愛い、サンタさん可愛い。そして次が、お願いお願い、あー来たー、桃子やりました。復刻からの限定桃子引くことができました。いやー可愛い、その笑顔が見たかった。あー、めっちゃ可愛い。どう、猫の王女様みたいでしょ。これなら遊園地のマスコット役もバッチリだね。可愛すぎる。いや、もう10連溜まってね、本当我慢できずに引いちゃったんですが、引いてよかったです。しかもね、新規2枚ということで、おエスレアも1枚ある、これは美味しいということで、いやー突然引きましたが、無事ね、無事桃子をお迎えすることができました。いや、復刻もお迎えできて、いやーもうガシャ運が爆発しております。かなり嬉しいです。はい、ということでね、無事お迎えできました。大事にね、プロデュースしていきたいと思います。はい、それでは今回はこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。